いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は昭和レトロな喫茶店、弘前市土手町に行ってきました。ぼっちグルメウーマンチャンネル、今日は青森県弘前市のレンガ亭に行ってきました。久しぶりの喫茶店です。最近ラーメンばかり食べていました。今日は土手町に来ました。前から気にはなっていましたが、なかなか来れず、今回やっと来れました。階段からおしゃれな空間です。めちゃくちゃ雰囲気や味わいがあります。昭和レトロ喫茶ですね。窓側が雰囲気がいいのですが、人が多かったので奥の方に行ってみたいと思います。こちらの方もバーのようないい雰囲気です。バンド演奏ができそうな素敵空間でした。メニューになります。本日のランチ、ソーセージと卵のピラフ、ライスランチ900円でした。卵とソーセージのピラフとスープ、サラダ、ドリンクがセットになっていました。いただきます。久しぶりのラーメン以外の食事にワクワクしています。卵とソーセージのピラフ、これは美味しいです。ソーセージと卵の組み合わせはピラフにしても何にしても間違いない美味しさですよね。スープはコンソメスープです。ちょっと味が薄かったですけども、卓上に塩を置いてくれたので、それで少し味をつけました。味が変えられるように配慮してくださったのかもしれませんね。春巻きは普通の中華春巻きでした。ちょっとしたおかずが嬉しいです。現在お昼の14時なので腹ペコでした。今日はなぜだか弘前市内のラーメン屋さんがどこも混んでいて、学生さんがとても多かったです。多分卒業式なんじゃないかなと思いました。サラダはポテトサラダまでついていて、とてもボリュームがあります。貝の形のお皿に入っていて、とっても素敵ですね。改めて料理はお皿も大事なんだなぁと思いました。この喫茶店は1974年創業だそうです。まさに昭和期にできたお店ですね。流れる音楽もオールディーズ。そして私の前にローマの休日の映画が流れていました。後から知ったのですが、ドリアが一番人気みたいです。ドリアセットはセットにすると1400円なので、こっちの900円の方を選んでしまいました。周りのお客さんの注文しているのを見ると、やはりドリアが多い気がしました。ゆったり優雅に食べられるのでいいですよね。喫茶店ってなんだか落ち着きます。
窓側に座ると街並みも見れていいそうです。窓側に座っている若い女性は本を片手にゆっくりコーヒーを飲んでいました。優雅だな。今日の弘前は人がとても多く感じました。卒業シーズンですからね。うちも卒業式ラッシュです。先週は息子、今週は娘の卒業式。合間に息子の高校の合格発表もあり、娘の学年委員になってしまったので卒業後の行事の準備もあって大忙しです。その合間に盛岡勤務もあって一気に忙しくなっています。卒業の後は入学式ですね。春ですねと言いたいですが、最近雪が多いですよね。天気が一気に変わるのでびっくりします。これを食べ終わった後も外に出たら雪やあられがたくさん降ってきてびっくりでした。数野も盛岡も雪がなかったので、弘前周辺に雪がたくさん降っている気がします。卒業式は雪は嫌ですよね。娘は袴を着るので晴れてほしいなと思います。津軽藩ラーメンラリーもあと2店舗。1店舗は動画投稿は NG とのことで紹介できませんでした。なのであと2店舗で終わるので、なんとか応募できそうです。こんな風に私の周りはバタバタしていて充実した日々を送っております。皆様はどんな春をお迎えでしょうか。桜も咲くと弘前はとても美しい街並みになるので楽しみですね。お食事終了です。あとはコーヒーを楽しみます。私はぬるいコーヒーが好きなのでちょうどいい温度になっております。初めから頼みました。それではゆっくりいただきます。おまけのコーナー、弘前中山の中にあるねこねこ食パンに行ってきました。1階にあります。かわいい猫のパンがあるお店です。猫好きにはたまらないですよね。焼き菓子もありました。期間限定のいちごの食パンなどもありました。このフレンチトーストと三毛猫パンを購入。袋に顔が書いてあったので袋から出すとこんな感じです。娘にお手伝いをしてもらいました。フレンチトースト、残念、うまく半分にできませんでした。こちらの方もなかなか半分に切るのは難しかったようです。フレンチトーストは甘くてふわふわ、三毛猫パンはチョコとくるみと食パンの3種類の味が楽しめました。皆さんもぜひ食べてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。